どうすんの？わかんない。はい、皆さんこんばんは、ルシファーです。皆さんこんばんは、ゼニーでーす。ということでね、バイオハザードリベレーションズ前回の続きからなんですけども、はい、これ多分なんかどっか空いてるとこ探すんじゃないの。ただ空気だけ気にしないと多分死ぬ。だから潜って探すんだと思うんだけど、だからどんどん下降りていったら、そういうことですね。うん、なんかをこじ開けたりするんじゃないの。ここの下かな、わかんない。ここに何もないっぽいね。ただ酸素だけ気をつけて。パイプ手に入れた。サボになれるんじゃないの。は、サボ。あ、そこじゃない、それ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 、ん、それほら、ガン、ググ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 グ、うららららららら、壁が折れた。鉄パイプ、え、鉄パイプもう一回探すんでしょ。でも多分エアが酸素吸わないとすると危ないと思う。ちょっとどうすんの。いや、もう一回探すんでしょ、鉄パイプ。ウェイパーク怖いよ。あっこに行くんでしょ、鉄パイプ探して。あっこをこじ開けるってことでしょ、多分。探してな、ボスも。ジェネシスは全然寝られへん。なんか光ってない、下。光ってた。鉄パイプ2! よし、引こう。引こう、そこだ。そこだ。オーケー、オーラララララ、うわー、ちょー、なんか違うゲームな。オーケー、開いた、開いた、開いた、早いね、早いね。うん、これで助かったの。助かったっぽいね。そうやな、うん、このさん何もしてないよ。なんか一人ごっつ疲れてる感じ出てるけど、うん、泳げないのかな。まあ重たそうやもんな、うん、いやでも脂肪がある方があの浮くんだよ、人間って。いやいや、装備が重たそうや、明らかに。これは何ですか。マシンガン、ショットガン。なんか武器落ちてるんじゃない。ああ、ケースだ。ショットガンケースか。私の方弾ほとんど落ちなかったんだけど、どういうこと。そういう仕様なんでですか。勘弁してください。俺の AUG が火を吹く。え、オンリーローってこと。マジかよ。まだ浸水が続いてるわ。だって何もしてないもん。ああ、戻るんだ。こっちこっち。違う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 、普通にルート戻っていって、あの、あ、この機械で端末で戻せるんだと思うんだよ。何もないでしょ、ここもう見てるでしょ、何回も。いやいや、変わってるから、もしかしたら。それ取れないんだね、まだ。ここ、あら、ただ敵さんはいる。あ、吸われてる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 わ。カモンベイビーやはん、吸われてるね。終わったね。オッケー。ここどうやって取るんやろ。水満杯になったら取れるんじゃない。うん、でもその水満杯になるまで待ってたら死ぬからね、うん、そういうことで真面目に。あれ、なんかあるんでしょうね、取り方が。あるんですよね。いるね、魚が。オッケー。行ったんじゃないの。行ったね。このヌメヌメしたやつの方がめんどくさいからね。そうやな、意外とマシンが使えるぞ、これ。いや、私そんなないからね、弾も。こっちやな。うん、 あとあの白いやつに気をつけて。ああ、箱が再配置されてる。シュンシュン、なんでなんで、なんと水長剣みたいな声出してんの。シュン、動力が回復してる。いや、ラオに殺されるよマジで。うん、これで先手の水がなんとかなるんじゃないの。そうやな、隔壁を閉じて。これでいい、ひとまず安心だ。管理システムをチェックしてみるわ。何、そんなんできんの。でも知ってました、これ皆さん、あのパソコンのキーボード、はい、数字がなんでこんなランダムに置いてあるか。ランダム、うん、アルファベットじゃなくて数字。あの、まあまあ、そのアルファベットとかでもランダムにザーッと並んでるでしょ、はいはいはい、あの理由って何でか知ってる人います。知らん。あれね、わざとランダムに置いてるらしいんですよ。あ、そうな。
じゃないと力強く叩いてキーボード壊す人が多かったらしいんですよ。ああなるほどね、はい、もうみんな迷うようにしてるわけです、ね、そうそう、だから考えるように、うん、なんですか、これランダム配置にして、だからよく壊れるのってエンターデリートとかだと思うんですよ、はいはい、バックスペースとかね、はいはい、あの固定キーはよく壊れるんですけど、それってあの数字のキーとか文字キーって壊れないんですね、はいはいはい、まあ理由がそういうことです。いやいや絶対こっちいるでしょ。いやいらんねんけど。なんで俺こっちの方が好き。これにダメージ 20% のだってデイズって何、へえ、ひるませる効果やね。だって 140% でしょ、140でしょ、ダメージショットガンで敵をひるませる、うん、完璧。どうなのかね、わかんないけど、まあまあ進もう。あいよ、どこ行ってても意味がない。また水の中やねんけど。いやそれだって水の浸水止めただけだからね、水を抜く作業してないから、ね、いやそれ浸水止めただけだから。持つはずよ。はい逃げたね。逃げてねえよ、戦略的撤退って言うんだよ。逃げたって言うんだよ。あごめんなさい、戦ってんじゃん下で。戦ってんな、バカさん。ほんとか。まあいなくても物語で進むから ね、 ね。でもカードキーとかどこにあんの、わかんねえな。とりあえずもうちょっと後になって出てくるんじゃない、これで戻るのかな。どうなんでしょうね。あパーカー来たぞ、ほら倒したの、うん、不死身の男パーカーさん。まあまあ死なないかねこの人。違う、俺たちがいるのはクイーンセミナミスだ。あ違う、クイーンセミナミス、違うことが分かった。なんだっけ、クイーンゼノビアやったっけな、うん、こっちは。そうだね、船が2隻あることはクエントラのその後の調査で判明した。遅いんだよ。クイーンゼノビアはその船と同型の姉妹船だ。どうすんの、ジルとパーカーはそこに捕らえられている。どうすんの、割り出せたのか。うん、まだそこよ。だがこちらも今全力を挙げている。ああ時間は少ない、押してる間も。ああ数時間前まで2隻は行動を共にした可能性が高い、周辺海域を捜索してくれ。ああ、もう私船終わったよ。はあ早いっすね私船終わっちゃった。まだ私船の中ですよ私お船終わっちゃった。ホールに向かう。はい、向かってください。了解。ゴリゴリゴリ、いや関係ないですよおい、あクリスの歌歌ったらあかんかった。ダメだって、それ差別発言入ってるから。ゴリゴリラのクリスさん、だからそういうのはうちのチャンネルじゃ許さないんだって。マジで、うん、なんだろう、 P なしっていうのを確認したとこやねんけど前回で。そういうのは何ていうの、差別とかそういう表現を許さないから。こっちに用があるのかとか言われたけど。いやホールに帰れって言われたんでしょ。あれここ使えへんの、ここ使えた、うん、これで合ってんの、ちょっと待ってね。いいんじゃないの、だって奥だもん、上がってでしょ。うん、まあ、ちょっとちゃうぞ、逆サイやな、ほら。いやでもこっからじゃないの。いやちゃうちゃう、ほらさっきのところから。そうだ、だからパーカーさんをちょっと教えて、もうこっちに用のがあるのか。いえ特にないですあったような気がしただけだよ。そうだよ、ってことは多分こっちかな、ここ通んの。ああ階段登らない、ゴリゴリゴリと。だからそういう差別発言やめろって、うん、びっくりした、ライトか。やめろって、それどっからコンセント取ってんだよ。パーカーがビビらせに。いや出てきた出てきた、なんか新しいタイプだよこれ、新種だ。まあ、ここいたの新種だ。うぃ、危ない、危ない、新種だねあれ。新種ですね、新しい種がどんどん出てくんね。だからこれマシンガン意外と使えたやろ。いやマシンガンは使えても使えなくてもどうでもいいんだよ。何、私ライフルが欲しいんだよ。ベルトの目的なんすかボス。ベルトの目的、ちょろちょろ世界的に遊んでみたいなって、ウイルス撒いてって話だよ。なんて迷惑だ大体そんなもんだよテロリストなんて。そんなもんですか。うん、思想とか言ってるけど実際大したことないから。思想とかないのよ。
カジノルームですね。ないのよ、思想とかないのあんなもん。そうなの？ないよ。ここ出てくんじゃないの？え、メイディさん？あの扉の向こう、私出てきたからね。いいのよ2体あの向こうじゃないの？あ、ハーブあるわ、開けようか。でもどんどん行ってないぞ。本当に？うん、ほらメーデー言うてね。メーデーメーデー、はい、開かない。なんで私の時だけ開いたの？メーデーさんがおったから。勘弁してよ。ホールやと多分こっちやな。オープン。ほん何も嬉しくないよ、メーデーとか言われても、うん、どうしたらいいの？メーデーメーデー。カイウマでしょ、あの人らも。そうそう、カイウマです、ね、なんでザコみたいに2匹も出てくんの？何今の？なんか、めっちゃ古いと思う。あー、なんかいるんだろうね。メーデーだ。メーデーメーデー、助けてってことだからね。メ、何もいないっぽいね。何もいないですね。こっちだジル、なんか言ってるよ。このエレベーターかな。あー、そういうことだ。それに乗るとメーデーが出てくるんじゃないの？え、マジで？メー、あ、こんにちはメーデー。動いたわ。よし、動いたわメーデー。そういうことじゃないよ。展望台に直行だメーデー。なんか出てくるでしょ。うわー、ほら、ほら、やっぱりだいたい予想通りでしょ。なんか出てきた、なんか出てきた、なんかお目目がある。G か ?G の ?G の系列か？マジかよ。なんでこれ、ホタテ貝かこれ。肉球だ。ホタテじゃない、あの、ね、アワビ。肉球。肉球？うん。そんな可愛らしいもんか、お前。うん。か、ナリキンのあの時に出てきた、あの、なんか、ああいうやつ。これ、多分ナリキンの、なんだろう、子孫だろうね。子孫？なんか、ご先祖さんか。ご先祖さんだね。ナリキンのご先祖さんだ。パーカー邪魔。成金のご先祖さんだね、あれ。意外と弾使うぞ。うん、ボスだから。えふうってことは、あの、この変な肉球野郎が次のボスか。うん、成金のご先祖さんね。よこいや。ただ気ぃつけないとエレベーター落ちるパターンだね。そうやな。うん、ほら、やっぱり、うん、ダメージだいぶでかいよ。回復した方がいいんじゃない？まだ大丈夫。なんじゃこいつ気持ち悪いの。大体気持ち悪いって決まってんのよ。それ多分さっさとどけないと、あの、やられるんだと思う、ダメージを。次食らったら多分やられるよ。こうしておきますよ。うん、弾があと、もうない。もう終わりかな。上がったね。助かったの？ああ、よかった。気のせいだよ。助かったと思わしてのってやつだよ。思わしての生きてるパターンだね。たま、ハーブ。ちょっと待って、こんだけあるってことはまだ続くってことだね。何もつけれないでしょ。何もつけれないよ。何もつけれないか。うん、まだまだ続くって。恐怖はね、伝播するってやつだよね。オッケー、電撃手榴弾4発か。オッケー、行きましょう。ボンベ、うん、ボンベ持っといた方がいいんじゃない。あー、出てくるね。直接リンクってやつですよ、ボス。あー、僕らの得意技だよ。得意技だ。得意技じゃねえよ、ボス。なんもないっすわ。あー、もうこんなクルーズしたくねえよ。だいたい僕らの得意技だよね、そういうの。来た。やあ。ほら、こうやってね、急にあの、立てなくなると使えなくなるからね。手榴弾いっぱいあるよ。手榴弾いっぱいあります、ね。なんとかして。はい。いってー。やっぱライフルいるんじゃないのこれ。ライフルケース手に入れたけどいいね。今ライフルがいるんじゃないの。ナイス。
何に任せるの、戦えよ。回収してるんですよ今。やっぱあのエレベーターの上に乗ってたやつだね、その肉球。うん、弱点はどこや、あの多分あの手やと思うやけど。肉球、あ、まあ顔の可能性もあるけど。タックルが来た、めっちゃ減る。そういうことはね、めっちゃ減る。顔じゃないの、ちょっと前さん何やってんの。こけるこける、こける。ボンベもあるよ、ボンベも。全然効いてない。普通にめっちゃ食らうぞ。うん、分かってるよ。その硬い部分意味ないんでしょう。そういうことや。来るよ、多分来るんじゃないの。いった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 。おら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 。どうなのこれ。どこが弱点なの。いや今倒れてる。撃って撃って、ゼニさん。これやろ。やっと半分ぐらいか。うえ。なんか。ダメージ受けてる、遠距離でダメージ受けてる。これ食らうかな。まだ遠いんじゃない。止まった。止めれる程度なの。止まって弱点っぽい、ね、肉球。うん、ただ気ぃつけないとやられるよ。柔らかい部分狙わないとダメっぽいね。亀だねこれ多分。そういうこと。いった？いやまだ。どうよ。ちょっとハーブ取りに行く。え、手榴弾とかでいいんじゃないの？ないよ。手榴弾2発持ってんじゃん。持ってる持ってる。お、避けた。こういうわけね。電撃手榴弾でいいんじゃないの。バカ野郎、電撃なんて効くかい。当たってないわ。海の生き物でしょこんなもん、うん、お、死んだ。死んでない。いや撃ってる撃ってる撃ってる、まだ撃ってる。いや強いね。これね、しゃがむとね、ハンドガンしか使えなくなるっていうね。いったね。これいけんの？オッケー。いった？オッケー！ほら！さあ、でも砕けたら何だろう、バラバラになるのね。中身どうなってんの？とんでもない野郎だったな。なんか全部取れんじゃないの？まだいける。まだもっといける。いけない、まだいけるでしょ。縁が緑の間は取れんだ。終わった。終わったね。うん、よいしょ。これ缶コーヒーとかと。ヤバタニエンだね。あー怖かった。ヤバタニエンだよ。マシンガンがなかった。え、長谷ヤバタニエン。何それヤバタニエンって。なんで知らないの。知らん。何それ。具体的に説明してもらっていいですか。とても危ないかったってことだよ。ああ上だよ上。分かって、アイテムあるかもしんねえしよ。ボス戦とかあんまないような気するな。おお、あった。で言うほど。何？何が反応するの？その椅子の下のとこぐらいだね。はい。ハンドガンの弾こんなにいらねえよ。もう何にもないね。ん？なんかある。それでも向こうのステージでしょ、上上がってからの。え、なんか手形とか行くぐらいあるやろ。ない。ないんかい。ボスだもん。うん。ボスだもん。ボスだからってあるかもしれないでしょ。ないよゼニコ。あー怖かったよ。あ、カードキーや。あー、やっとそれでいろいろ見れるようになるんだね。そういうことです。ね、これ。
しかない。いや奥になんかあるね、光ってるね、反対側。これか。あーこれいつものやつだ。ベルトロ工作員の日記1、2004年某日。いや違うでしょ。え我々の悲願ってやつでしょ。うん、我らの悲願、最終作戦がついに動き出した。我らが指導者ジャック・ノーマン寄りの作戦の概要を聞かされた時は誰もが耳を疑ったが、途方もない作戦は間もなく現実となる。これも閣下の鉄の意志と理想に応じた協力者たちのおかげだ。そういうことですね。はい、作戦には今回の資金協力者が提供した偽装された豪華客船が使用されるらしい。これのことかな。まあ多分ね、これが多分2台がそういうことでしょ。そうやな。ゼノビアともう一台何だっけ。セミラミスやな。うん、セミラミス。堕落した人類文明の象徴たる豪華客船がウイルス散布の母体になるとは皮肉は効いている。堕落した人間の文明なのそれ。わかんねえ。豪華客船で。私には客船の一つクイーンゼノビアの撤収に向かう、接種に立ち向かう任務が与えられた。ベルナール・コルティ・シルス普通に読みますね。なんで、え、なんでそのまま言って。めっちゃしんどいねってボス呼んで。はい、2004年某日、作戦決行まであと12時間。身の内から震えが湧き上がるのを抑えられない。抑えられない。興奮と恐怖、その両方だ。うわ、こんする。客船の船底に隠された研究施設には、新たなウイルスと実験により生み出された異形の生物兵器どもがひしめいていた。怖い怖い。新型ウイルスは水に溶け、飲料水からも感染して人を怪物化する。もうダメだ、おしまいだ。ベジータか。ペットに提供されたハンター型 POW で地上を制圧し、その混乱に乗じてウイルスを散布する。おお、この作戦により、あのひどく欲望にまみれた海上都市は確実に地獄と化すだろう。多分醜くですね。ああ醜くね。よし、最後私が地上に地獄をなさねば、人の目は塞がったままだ。ノーマン閣下もそう言った。あの銀髪の資金提供者もその心情に共感しただろう。我らも同じだ。ベルナール・コルティ・シルス。誰ノーマン閣下って。ノーマン閣下ってあの多分あのハゲ頭のさ、ま、そうそう、ハゲ頭のベルトのボスでしょうね。ああなるほどね。はい、ということでね、カードキー使ってそこ開くんでしょうね。はい、オープン。あ、やっと外。なんかある。でもなんかあるってことは、なんかあるということはなんかあるんですね。うん、そういうことだね。よろしくどうぞってやつだね。何言ってんのこいつ。おまたかね。船に乗り込んだ時はおまたかね。危なかったんだけどね。そうやな。本部と連絡が取れて事態が収束すればいいんだけど。だいぶ下からだったかね、あれ。おまたロープはね。そうやね、あれはかなり男性にはきつかったんじゃないかな。うん、うん、クリスさんの方はね、上からの落下だから知れてるけど。そうやな、下から上がる方はね、うん、でもだいぶおまたロープで痛めてると思うんだよね。そうやな。お、これか。アンテナの配線をチェックするわ。はい、チェックして。どうぞ。またやんの。そういうことでしょうね。またお前、なんなんお前、パズル好きやな。まずこの入れ乱れたやつを直さないとね。一直線に直さないと話になんないから。そうやね。そっから組んでいくって感じだね。こうじゃない。 OK。 早いね今回でしょ。慣れたらこんなもんですよ。これで通信できそう。イージス、イージスシステム。そうですね、やっちゃうでしょう。こちらバーミリオン本部冒頭。バーミリオン、オブレインだ。2人とも無事か。めっちゃエコかかってるよ。ボス聞こえるか。状況を確認させてくれ。こっちは大変な騒ぎだ。いや大丈夫、クイーンゼノビアじゃない、あのセミラミス、セミラミスの方もだいぶだったよ。
いい船だ。すべてが罠。何の話だボス。船ごと焼き切んの？もしかして。こんな感じの。寝てるかな。聞いてんのお前。そのままで待て。緊急回線だ。話はまだ終わ。話はまだ。ライアン代表、欧州連盟の外交部から緊急連絡。何？衛星軌道上で動きが。誰？もしかして衛星軌道上？続けろ。まさか？テラグリジアで使用した太陽光集積システムが最新用の起動段階との報告。あら。衛星兵器が。あれが動き出しただと。あら、今度何を焼き切るの？そら船でしょう。ああ、なるほど。どっちの？どっちの？両方？いや、1台しか無理でしょ、あれ。クイーンゼノビアの位置を掴んだようだな。まずいね。まずいね。ちょっと、おっさん、なんとかしろよ。ヘリは？早くよこして。相変わらずだ。ちょっとゼニコ、危ないんじゃないのこれ。いや、もう死ぬわよ。今外にいるのよ。日焼けじゃ済まないわ。どうなってる。船に中にいても死ぬでしょ。太陽光集積システムに動きだ。動きだよね。地中海上、ベルトルのアジトである偽装客船だ。テラグリジアを焼き尽くした衛星が私たちの真上。反抗生命は無視で、この船ごとベルトルを滅却する気。なるほどね。いや早く脱出と手配を。いや森田すまん。それは許可できん。いやでしょうね。ジルエンドやな。終わんね。ジルまだその先でも出てくるから。終了。はい、ということでね、レスキュー。エピソード6クリアということで。91% どうです。あ、いいね。トロフィーボスどうなっている？ゲットです。いや違うでしょ。ボスどうなってるじゃないでしょ。でも出てたもんトロフィーで。いや。私悪かったね今回。そうですね。あら、何新コスチューム？グラインダーさんや。あ、興味ないからいいわ。マジでグラインダーゼニさんも興味ないでしょ。ないで。あ、どっちかというとグラインダーの相方の方に興味あるでしょ。そうね。なんかあれゼニクだからね、既視感を感じるわ本当に。いや、はい、ということでね、ゼニさん今回いかがだったでしょうか。まあ楽しみましたね。ただね、船ごと終わらされる感じ出てますけど、どうしましょう。いや、もう逃げるしかないでしょ、こんな。逃げるしかないです。ゼニコさん、どうなのこういうの。私なら立ち向かうわ、本当に。立ち向かう。ほんで、衛星兵器、私のショットガンで全部壊すわよ。いや、無理でしょ、届かない。ボスのライフルでも無理。届かない。無理。ゴールディオンハンマーいる。ゴールディオンハンマーいる。確かに必要で。衛星はゴールディオンハンマーいるよ。クラッシャーで壊すっていうのはどうかしら。クラッシャーだったら大きすぎるから、ハンマーで十分あるの。ハンマーで十分かしら。ハンマーで光にできる、十分。分かったわ。2人で光にしに行きましょう、今から衛星は。とりあえずね、フュージョンするところ始めて。そうですね。まだね、今のところまだ恐怖に打ち勝ててるんでね。そう。フュージョンの曲流れてないですけど。そうですね。まだ全然このゲームは余裕よ。いや、いや怖いっちゃ怖いけど、シナリオがね、そう、シナリオ結構いい感じに作られてるのかなと思うんですけどね。そうやね。はい。で、あと、テラグリジアパニックを巻き起こした衛星兵器がこっちに向いてるっていうね、こう危機的状況を絶望ですわ。はい、勇気で補いってことですよ。そういうことですね。はい、勇気で補いってことできるわ。勇気で補いってことですよ。そういうことか。まさに了解ボス。ファイナルフュージョン勝利っていうことで。はい、ということで、勝利の鍵は、皆様見てくださってる方ということでね、次回もね、はい、こちらの動画に、はい、ファイナルフュージョン勝利ということでね、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。ということでね、今回の動画少しでも面白いと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、お願いします。あとですね、はい、僕ら他にも動画上がってますんで、そちらの方もよろしくお願いいたします。いろいろチェックお願いしますね。はい、ということでね、この次回の勝利の鍵は見てる皆様ということでね、ぜひぜひ次回も見ていただくようによろしくお願いいたします。ファイナルフュージョン。はい、ファイナルフュージョン勝利ということでね、今回この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。
でのバイオハザードリベレーションズ。まあこう勝ったけどな。バックレルよりマシだろ。バックレルよりマシだろ。ベルトロン。全然似てない。地獄の底へ。いや地獄の底へ。こいつセキュリティートークくん。クレルタくん。これ上下広いかも。今晩いっぱいでもない。何が起きたの？クレルタくん。今晩いっぱいでもない。なんでやねん、なんでやねん。マスオさん、大体アネゴさんのお前、それ全部ついていってるやん。なんでやねん。断るに決まってるでしょ。なんでやねん。どんどん増えていく。くそ、水がくせえ、トイレの匂いがしない。それ違う、それ違う、あ、違う、違う問題。